こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター、宅建士の金黒です。9月10日の読売新聞の日本銀行植田総裁の単独インタビューで、年内のマイナス金利政策解除が全くないわけではないことを匂わす発言で、9月11日、長期金利が上がり、為替は日本銀行の介入の可能性を警戒して円高になり、メガバンクや地方銀行を含め、銀行関連の株価が上がりました。イールドカーブコントロールの修正で長期金利に連動する固定金利の住宅ローンは9月に入り金利を上げましたが、マイナス金利政策解除となると政策金利に連動する変動金利の住宅ローンにも影響していきます。2023年9月10日の読売新聞の日本銀行植田総裁への単独インタビューの記事のタイトルは、金融緩和静かな出口探る、賃上げ見極めは年末となっています。植田総裁の具体的な言葉としては、来春の賃上げが十分だと思える情報やデータが年末までに揃うことも可能性としてはゼロでないという発言でした。前任の黒田総裁の時から一貫して方針が引き継がれていて、安定した物価上昇と賃金上昇の両方が揃うことがマイナス金利政策解除の条件としていましたが、日本銀行の目標の 2% 以上の物価上昇になり、今年の春には賃金上昇の傾向が見られ始め、来年の賃金上昇次第でマイナス金利政策解除はあり得ると多くのエコノミストの観測でした。しかし読売新聞のインタビューで、来年の春闘を待たなくても企業が賃金を来年上げ、マイナス金利政策解除の条件になるような十分だと思える情報やデータが年末までに揃うことも可能性があり、物価上昇の定着において鍵を握る賃上げの動きを見極める時期として、年末の可能性を上げたことにより、早ければ年内にマイナス金利政策解除の可能性がゼロではないことを匂わせました。企業業績は2023年4月から6月期の決算で、円安や値上げの浸透によって自動車や流通など幅広い業種で改善して、大手企業の夏のボーナスの平均妥結額は3年ぶりに90万円台を回復しました。金利の上昇は家計や企業財務にも負担となるものの、景気が上向けば経済に負担増を吸収できる体力がつくことで、日本銀行が目指す賃金の上昇を伴う形での物価上昇率 2% の実現は現実になるとの判断です。7月のイールドカーブコントロールの修正を効果と副作用のバランスを変える仕組みと表現していました。低金利を続ける副作用を認識したとも言える発言で、かつ7月のイールドカーブコントロールの修正は昨年末の修正とは違ってマーケットは反応せず、円安ドル高が解消されなかったことは予想外で効果がありませんでした。円安解消の切り札はマイナス金利政策解除とマーケットは見てそうです。植田総裁はある種のリスクマネジメント、物価が上振れした時にめちゃくちゃのことにならないような対応の余地を作ることも必要だったとも、7月の金融政策決定会合でも述べたのは、日本銀行がこれまで物価見通しを過小評価してきた反省に立ち、イールドカーブコントロールの修正の対応したことを明らかにしていました。相変わらずまだ値上げが続いていて、9月の食料品の値上げは2067品目で、値上げの品目は昨年に比べ減少傾向とはいえ、日本銀行の予測より物価上昇が長引き、海外との金利差から来るマイナス金利政策の副作用を認識し始めているとも言えます。植田総裁は年内のマイナス金利政策解除を匂わす発言をしましたが、先週末9月9日のドル円相場が147円78銭と急激に円安が進んだため、これ以上円安が進まないように口先介入した可能性も考えれます。実際に読売新聞のインタビューでも、海外経済を含み見えない部分があるとも語り、慎重に考える姿勢を示しています。日本銀行は2012年以来世界でも前例のない大規模な金融緩和を続けてきて、市場に出回るお金の量、マネタリーベースは約5倍に膨らみ、日本銀行の総資産も当時から約5倍に達しています。
金利を抑えるために流通国債の約半分を日銀が抱える状況になり、これ以上国債を購入して円安に歯止めをかけるのは難しいものの、先週のような急速に円安になっていくと、わざわざ植田総裁が口先介入した可能性は十分考えられ、実際円安は昨日より1円落ち着きました。今回の植田発言をどのようにエコノミストが見ているのかチェックしてみました。野村証券の松沢氏はマイナス 0.1% の政策金利を 0% に引き上げる利上げが8割方織り込まれているとし、植田総裁が年末と具体的な時期に言及したのは市場にそれを織り込んでくださいと言ってるようなもので、アメリカ経済の急減速など不測の事態とならない限り年内にマイナス金利を解除するのではないかと見ています。第一生命経済研究所の藤代氏はわずか3ヶ月後に迫っている年末にマイナス金利撤廃の議論が市場に上がることに含みを持たせた意味は大きいと指摘し、植田総裁以下中枢メンバーはすでにマイナス金利撤廃に向けた準備を進めている可能性があると読んでいるようです。 SMBC 日興証券の奥村氏は8月22日に植田総裁と岸田総理がイレギュラーな時期に会談したことも踏まえれば、円安が金融政策の正常化圧力を加えていることは疑いようないとの見方を示しています。為替動向によって年内の金融政策決定会合についてもライブ感が増していくだろうと見ています。 BNP パリバ証券の河野氏は2024年4月にもマイナス金利政策が解除されると予測し、円安の進展次第で今年10月から12月にも政策修正の可能性があると見ていたが、植田総裁の発言を受けて想定していたより前倒しの可能性は高いかもしれないと指摘しています。逆により慎重な見方もあり、三菱 UFJ モルガースタンレー証券の鶴田氏は、金融市場は年内のマイナス金利解除を先取りしているが、内田副総裁の発言との整合性が取れておらず、年内に一足飛びにマイナス金利解除に向かうのは早すぎるのではないかとしています。まだ年内にマイナス金利政策解除まで進むか分かりませんが、今年年初はまだ5年先や10年先の予測が多く、私は2027年に動き始めると予測していました。しかし夏前には2、3年先と予測する人が増え、8月には来年春の春闘次第になり、そしてついに植田総裁が年内の可能性を匂わす発言と徐々に予測される時期が早まっています。今日の動きでもマイナス金利が解除されれば業績が伸びる銀行や保険会社などは株価が上がり、逆に円高になることで業績が低迷する商社や金利が上がれば不況になる不動産関連の株価が下がりました。まだいつの段階で政策金利が上がり始め、政策金利に連動する変動金利の住宅ローンが上がるのかは不透明ですが、普通に考えればマイナス金利自体が異次元なだけで、どこかでは金利正常化に向かうのは間違いないと言えます。